プロスペース4周年おめでとうございます。どうも、あきです。プロスペースやっていきましょう。さあ、というわけで今回はこちらの4周年大感謝福袋ガチャを50連、そしてこちらの10連 S ランク1チーム選手1人確定プレゼントスカウトを引いていきたいなと思います。そしてですね、ただいまチャンネル登録&高評価で iTunes コードもしくは Google プレイコード1万円分が当たるプレゼント企画を行っております。まだチャンネル登録お済みではない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見てくださった方はぜひとも高評価も押していってください。さあ、ということでございまして、プロスペース4周年本当におめでとうございます。プロスペースに関しましてはリリース初日から実況させていただいておりますので、もう4周年経ったんだなというところでございます。今回はですね、その4周年を記念して、福袋ガチャ、そして、こちらツイッター連動企画ですね、はい、プレゼントスカウトが S ランク自チーム選手1人確定となって登場しております。この動画で両方引いていきましょう。でですね、ちょっと今回こちらのガチャを見ていく前に一つ告知をさせていただきたいんですが、本日19時、今日の夜7時ですね、この秋ゲーム TV にて超ウルトラスーパー豪華な動画が公開されます。いや、これプロスペース見てくださっている方であればマジかと、こんな動画秋ゲーム TV に流れるのというですね、内容になっておりますので、皆さんぜひ7時の動画も楽しみにしておいてください。ちょっとそれに伴いまして今日だけ、プロスピー2019のペナント実況今日だけお休みさせていただきます。ただですね、その動画本当に面白く、そして豪華な内容になっていると思いますので、ぜひ皆さんチャンネル登録してお待ちください。ということで話をこちらのガチャの方に戻しまして、まずは4周年大感謝10連福袋ですね、こちらの方見ていきましょう。さすが4周年ということで、購入1回目から S ランク選手1人確定、そして購入3回目と7回目に S ランク自チーム選手1人確定がありますね。7回目もあるので、ちょっとまた後日ここは追加で引いていこうと思います。ちょっと今おそらくエナジーが7回目まで引けないと思うので、とりあえず今日は5回目まで、引いておきたいなと思います。はい、そしてその5回目に S ランク選択契約書がついてくるということで、今年もやってきましたね、 S ランク選択契約書でございます。まあこれはですね、本当に、好きな選手が選べるという選択書になっているんですが、まあ誰を引いたらいいですかっていうね、質問毎年いただくんですが、これに関してはまあそうですね、あくまで人それぞれ違うのかなというふうに思っております。もちろん能力が高い選手というところは中心に選んでいきたいと思うんですが、まあここまで2019シリーズ2、まあシリーズ1も含めてですね、どのような選手が引けているのかというところによってもかなり変わってくるので、まあその辺についてもちょっとお話ししていければなと思います。はい、まあということで今回は、無料の、10連スカウトの方もありますので、まあそうですね、まずはですね、各球団の2019シリーズ 2S ランク選手を、確認してみましょう。はい、まず西武なんですが、こんな感じになっておりまして、まあ注目どころとしては山川選手、そして、おかわり君、この2人のアーティストのパワー A、 さらには森友選手キャッチャーでこの打撃能力で、まあ源田選手のショート A というところになってくるかなと思います。はい、まず選択契約書の考え方として、この球団まだ S ランク選手引けてないな、および今後その登場する選手を考えても、なかなかその S ランク、ゲットする機会もしくは狙う機会がなさそう、でもこの選手だけはめちゃめちゃ強いっていう球団がある場合には、もう迷わずその選手に行ってもいいと思います。まあ強いであったり同値が狙える、このような条件が揃えば割とその球団おすすめできますね。あとはもう持ってない選手でめちゃめちゃ能力が強い、例えばギータはまだ、登場してませんが、まあギータがすでに登場していればギータみたいな選手を狙うと、はい、いうような考え方が、選択契約書合ってくるのかなと思います。まあ僕自身こうやって見てみると、まだソフトバンクとかね、こう手に入ってないように思えて、実はアニバーサルは手に入ってるのか、はい、まあその辺でちょっと手に入ってない球団あれば僕もそこは狙おうかなと思っています。ということでソフトバンクに関しては、まあ現状出ている選手でいうと、まあマッチサードでパワー A 超え、甲斐拓也選手の肩、そしてなんといってもグラシアル選手、はい、ソフトバンクはこのミートパワー同値、グラシアル選手、そして柳田選手と2人いるので、まあそうですね、ギータまだ持ってないよっていう方はここでグラシアル選手っていうのもありかなと思います。はい、で続きまして日ハムですね、日ハムに関してはと見ていきますと、まあ宮西投手、はい、9位A 超えの中継ぎピッチャーで、上沢投手も全体的な能力高くて、金子千尋投手の、まあ、変化球の数というところは魅力的かなと思いますね。あとは近藤選手がミート A と、はい、いうところです。昨日侍ジャパンの試合でも大活躍の近藤選手ですと。
まあでもこうやって見ると結構優秀な選手が多いんで、みちゃんは僕はなんか自チーム確定とかで狙っていこうかなと思います。選択契約者を置いとこうかなというところですね。はい、というわけで続いてオリックスはもうなんといっても山本由伸投手。はい、このプレミア12でも非常に期待されている山本由伸投手で、吉田正尚選手、はい、侍の5番バッターで、あとで言うとまあこの2人ですかね。ここは選択契約書を使ってもいいレベルかなと思います。ただやっぱさっきグラシアル選手を見た感じ、ミートパワー両方英語へ同値っていう選手もいるので、まあまあまあそこはやっぱ今のところすごい選手なのかなと思いますね。はい、でロッテに関しましては、そうですね、まあ、鈴木大地選手が同値狙いやすいよと、いうところかなと思いますね。はい、ロッテはそうですね、現状枠としては荻野選手も総力型なので、鈴木大地選手手に入っていれば、まあ、ここ同値枠ユーティリティ枠でベンチでというところでね、ロッテ枠出てくるんですが、現状そうですね、結構鈴木大地選手が推しメンですが、選択契約書使うかどうかと言われるとちょっと難しいラインでもありますよね。これで能力両方 A 超えてて同値狙えるならというところなんですが、僕としては選択契約書こんな感じで考えていきますと、まあ、個人的にはなのでここまでに鈴木大地選手引けていてよかったなというところです。で楽天、楽天は何と言いましても、どこだいた則本投手ですね。はい、まあ、やはりこの能力、則本投手というところを持っていると、もう楽天枠は問題ないかなというところではあります。はい、で続いてカープ、カープはと言いますと、カープまだ2019シリーズ2の選手僕引けてないですね。そしてカープで考えていくと、多分ね僕通常選手はまあこっちになっちゃいますけど、今だと鈴木誠也選手になると思うんですよね。ということでここまでに鈴木誠也選手がもし登場していたら、僕選択契約書で鈴木誠也選手取ったと思います、侍の4番。ただ出てないので、この中だとオーダーに入ってきそうなところな、なかなか難しいので、そうですね、まあ、まだね今日使わないといけないというわけではないので、僕も置いておこうとは思うんですが、ちょっと悩ましいところではありますね。はい、なるほど。なので僕の場合鈴木誠也選手がもし、カープで出ていたら、カープの選手持ってないし、カープ今年は鈴木誠也選手のみオーダーに入ってくるかなっていう個人的には感じなので、そこを狙うと思います。まあ、あとはまあ OB とかもあるのでね、はい、そことの兼ね合いもありますが、まずはやっぱ現役選手で確保しておくと楽だなと思います。はい、続きましてヤクルト、まあ、ヤクルトで言いますと、村上選手がすでに登場していますね。ただまだ青木選手や、山田哲人選手が登場していないので、まあ、そこは選べないということでございますと。はい、まあ、純正でチーム作ってる方はね、もう持ってない選手でいいと思います。で続きましてジャイアンツ、まあそうですね、今回、まあ、超フラットに見まして、まあそうだな、最もやっぱりおすすめできるのは野手なら坂本選手、投手なら山本由伸投手という形になってくるかなと思います。もちろんグラシアル選手も坂本選手と並んでおすすめできる選手ではあるんですが、グラシアル選手の A ランクをたくさん持っている、まあ坂本選手とグラシアル選手を比べた時に A ランクたくさん持っている方が多いのは坂本選手だと思うので、客観的におすすめできるのは坂本選手かなと思います。また外野に関しては打撃がいい選手たくさんいるので、まあ打撃いい選手で固めることはね、グラシアル選手を除いても簡単なんですが、まあショートだけで考えますと、やっぱりこの坂本選手の打撃っていうのはもう他に買い難いものがありますので、そういった意味ではやっぱり野手坂本選手まだ持ってない人は取ってもいいんじゃないかなと思っています。はい、ただまあグラシアル選手の A ランクを5枚以上持っている方で、グラシアル選手持ってない方はもうグラシアル選手でいいんじゃないかなというふうにも思いますね。はい、ピッチャーならやっぱ山本由伸投手っていうところが、もう変化球の数も球威も制球もスタミナも全て魅力的なので、まあ単純にね、もう人それぞれのチーム状況を考慮しないのであれば、そういった感じになるかなと思います。ただやっぱりチーム状況、結構人それぞれ違うと思うので、そこは熟考していきましょう。ということで筒香選手も僕は持ってないので、筒香選手ねメジャー挑戦ということで、来年のシリーズ1出ないことを考えると、ここで取っておきたいなというのもありますし、筒香選手も僕の中ではありかなと思いますね。ミートパワーどっちも狙いやすい能力でもありますし、ちょっとそこは候補になりますね。はい、まあ、僕自身また選択契約書を使うときは単体で動画撮りたいと思います。ということでさあ、中日、まあ、中日はビシエド選手がいますね。あと高橋周平選手もいるんですが、ここは能力 A 超えてないということで、であればビシエド選手がおすすめでございます。あとはまあ大野投手ですね。はい、大野投手も9位 A 超えることができますので、また通信ファーストを持っていて、
そこもねいいと思いますというところでしょう。でラスト阪神、阪神は現状こんな感じで、まあ阪神現状だとやっぱこのジョンソン投手を入れたいなというところはありますね。はい、まあ藤川球児選手かジョンソン投手持ってない方はどっちか取るっていうのもありかもしれませんという感じでございました。はい、まああとはリアタイやってる方はね、リアタイで使えるピッチャーとかっていう取り方ももちろんあると思います。ということで、ちょっと選択契約書の解説が長くなってしまいましたが引いていきましょう。お願いします。いや豪華です今日は。ちょっと待った、これ自チームなのにジャイアンツのままいっちゃったけど、いいです、山口投手が欲しかったのでジャイアンツのままでいいです。危ない危ない危ない、この間ジャイアンツのままだった、ジャイアンツのままというかチームを変えるのを忘れてたと思ったんですが、山口投手の狙いでいきましょう。さあ来い山口投手、さあ山口投手、おお、ビアヌエバ選手ですが A ランク集めてないのでここは入ってこないかなというところでありますね。とりあえず森友哉選手の A ランクがナイスということで、ちょっと自分自身考え直してみたんですけど、もう一回今回自チームがあるのは DeNA で行ってみようかなと思います。まあ筒香選手、まあロペス選手、宮崎選手もいるので、まあこの辺りが引ければということで、はい、DeNA にしようかなと思います。まあピッチャーでいうと変化球の数も多くて本当に次山口投手というところをねすごい狙ってはいるんですが、まあ確率的なことを考えて次は DeNA にしてみたいなと思います。はい、行きましょう。ということで1回目3回目5回目というところに得点があります。行きましょう。いやーこれは豪華だな。ツイッター、あそうツイッターのリツイートね、動画でも読みかけさせていただきまして、リツイートしていただいた皆さんありがとうございました。おかげでね本日チームナイスですね。はい、さあということでチーム無料もすごいし選択契約書もすごいし、今日は本当に素晴らしい日でございます。さあ A ランクもたくさん出てからの、おお源田選手ですがシリーズ1ですね。はい、ご結婚おめでとうございますと。はい、行きましょう。さあさあいい雰囲気、いい雰囲気一定ではありませんが、いいガチャ雰囲気からの最後に割れる、割れろ割れろ、割れない。ただ則本投手の A ランクというだけで素晴らしい。おわ、これも最高ですね。上沢投手、則本投手の A ランク、もう S ランクに匹敵する引きだと思います。 OK。さあ3回目ということで今回は DeNA で行ってみます。まあロペス選手、宮崎選手ともに能力シリーズ1から考えると落ちちゃったんですが、それでもまあロペス選手はパワー A 超えていて、もちろん守備も上がって、宮崎選手も総合でミート A 超えるので、まあそれでもいい能力だなと思ってます。で筒香選手は最高の能力です、ね、打撃職人で同期とということで、筒香選手引ければ選択契約書を温存できるな。お梅野選手シリーズ2ナイス。梅野選手前半戦打撃がすごい良かったのでランク集めていたので、はい、極みにもできますが作るかどうかは微妙なラインでございます。ちょっと特訓のトレーナーも全然足りてないので、現状今この 1,2 ヶ月はオーダー入ってもちょっと長い目で見て育成する選手最近は選んでます。はい、さあパットン投手、パットン投手シリーズ2の能力はどれくらいだっただろうか。シリーズ1の時は9位 A を超えていてずっと狙っていたんですが、まあ、最後の方に出て結局オーダーには入らなかったと。77、まあ、A ランク持ってはいるので一応9位 A は狙いますが3つなのでなかなか大変なラインだなというところはあります。はい、ということで、まあ、7回目までまた後日なんか生放送でもしていきたいですね。はい、おおやった、ホームランで逆転サヨナラのチャンス、こうとは思うんですけど、もう一回 DeNA かな。やっぱり宮崎選手、ロペス選手、筒香選手のこの3人、このクリーンアップ3人ですか。あ、まあ外選手か、外選手も出てその4人はやっぱりねこう狙っていきたいところはありますね。お、坂口選手ですがここもシリーズ1ですね。はい、さあラストでは選択契約書いきましょう。
に S ランク確定等はないみたいですね。はい、まあそうですね、1ヶ月このお S ランクラッキーお田村選手はただ持ってるんですよ。はい、まあまあでも同時要因にできると思うのでいいと思います。さあ鈴木誠也選手 A ランク大好き、全然最近持ってなかったので OK です。まあいい A ランクも引けてよかったと思います。ということでプレゼントボックス1ヶ月ぐらい、保つことができますので、それを待ってね使っていこうかなと思います。でこう後延ばしにしようとすると、なので後で引けばいいのかというところもありますね。ポッキーの日まで大丈夫と、いうことで、はい、まあこれから1ヶ月まだまだねガチャも引いていくと思いますし、イベントも出てきて、そこでその足りてない球団とかこう指名していったりもして、ちょっとまた自分自身誰取るかっていうところが変わってくると思いますので、またちょうど1ヶ月後ぐらいにこの選択契約書を使っていきたいなと思います。まあそんな感じでちょっと持っとくのをね個人的にはまあでも早く使いたいっていうね気持ちももちろんあるんですけど、ちょっと持っとく方がまあクレバーなやり方ではあるのかなと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価お願いします。今日の7時の動画も皆さんぜひ楽しみにしておいてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。